い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージです。では今回はポケット戦国続きをプレイしていきたいと思います。で実はですね、前回、最後に、足利将軍家、室町幕府倒幕をね、決意するというイベントが発生したと思うんですが、その倒幕のイベントを成就させるための条件というのがちょっと今から見ていきますが、画面の一番右下にあるこれが幕府開設なんですけど、これがですね、お金としては50万必要になるというかなり高額なものなんですね。で今資金を見てみると42万も貯まってるんですけど、前回はね全くお金なかったと思うんですが、これはですね、実は3年間ほどもうひたすら内政をやりました。で、じゃあどんな内政やったのっていうところなんですけど、例えばね、この安土であれば港と市場っていう形で、とにかくお金になるもの、この清水山城でも市場を建てているというような形で、もうガンガン内政を回しました。で、金山銀山あるようなところでは採掘所も建てて、今の信長の収入なんですけども、月の収入がですね、なんと16万5千です。こんだけ月に収入が入ってくるような状態にしています。で一番下にはですね、どんな建物領内に建設したかというところなんですが、もう市場はね48個も作っているというところで、だいぶお金を貯めています。ただ、内政に専念していたところですね、まず朝倉から宣戦布告を受けて、結果的に浅井も朝倉につくという、史実通りの展開があった関係で、ちょっとねお見せできなくて申し訳ないんですけども、浅井朝倉は滅ぼしているという状況になります。でいよいよ今回はですね、足利将軍家と、開戦をしていこうかなというところになりますんで、ここからね続きの方じゃあプレイしていきたいと思います。ここまでね約3年間かけてここまで内政をガンガン進めてきたんですけど、やっぱりね内政の重要性を感じましたね。ここまでね内政をしっかりしておくと、こんなにも逆にある意味楽にプレイが進められるんだっていうね、前まではその武将に払う給料すらもキツキツで大変だったのに、今やねお金余ってますからね、ここまで来れるとはちょっと思わなかったんですけど、だからもうこの神前とかに使うお金もね、もう全く気にすることなくというか、何のためらいもなくお金を払っていけますね。で、あとはですね、山名家も戦争をガンガン仕掛けられてですね、北畠が山名を取ったりとかね、この辺りした関係で、織田に山名が降伏状態になっています。こんな感じですね、織田家に従属というところで、勢力自体もね、だいぶ大きくなったかなというのはありますね。なのでもういつ、足利家と先端を開いてもいいかなというところまでは来てます。だからね、もう鈴木にも試験1万を惜しみなく上げていきます。あとは倒幕をするときには将軍家に対して宣戦布告を、していくというところになるんですけど、その時にね、
まあ、少なからずおそらく反感が出るんじゃないかなというのもあるので、周辺の大名家とは吉見を通じておきましょう。朝廷からの使者もお金をね、多分せびりに来ると思うんですが、あげちゃいましょう。信長も8万円献上して治部の将に任官されましたけど、これで上杉に対して金1万を送ったんで、言うことが77まで一気に上がりましたね。そしたらそろそろ将軍家に宣戦布告しますか。できればね、将軍家の方から宣戦布告してきてほしかったところではあるんですけど、ここはどうでしょうね。こちらから宣戦布告せざるを得ないかな。では将軍家、足利家を追放していく戦い始めていきましょう。まずね、将軍家といっても勢力的にはですね、あ、そうか、今毛利と長宗我部は戦争中ですね。毛利は長宗我部、龍蔵寺家、有馬家と戦争中ですね。まあ有馬家は龍蔵寺の従属国になっていると。でちょっと戻ってですね、足利将軍家の情報を見ておくと、まず城の数は2です。2、総兵力は1万5000で、延暦寺を従属させています。あとはもう一つ従属させている、こちらが筒井城にいる筒井家、これも従属させてますね。なのでこの3つの国というかね、家と戦う形になるんですけど、まあそれにしてもね、延暦寺に関して言うと総兵力2300、まあ話にならないかなっていうところだし、まあ、足利将軍家にしても今の信長の力があれば踏み潰せるぐらいの戦力差はありますね。すいません、ちょっとね、もう毎年毎年この時期言ってると思うんですけど、花粉症なものでちょっとね、お聞き苦しい点もあるかなと思うんですが、ご容赦いただければと思います。さあ、ではじゃあ先端を開いていきましょうか。何にも言ってこないからね。表情をこうなって、手切れですね。まあ信繁に手切れの使者になってもらいましょう。それでは早速信忠軍ですね、まず陣容から見ていきましょう。信忠軍なんですが、信忠が鉄砲隊、成政も鉄砲隊で、半兵衛も鉄砲隊になっています。じゃあこの軍勢をまずはこちら坂本城に送っていきましょう。であとですね、ちょっと見ておく場所とすると、他はですね、政策関係をちょっと見ておきたいんですが、まずですね、火薬改良を行いました。これ10万円かかりましたけど、火薬の改良、あと兵能分離も入れて、刀剣強化、正面強化、側面強化も、少しずつレベルを上げています。まあ背面強化はね、上げていません。背面を取られないような戦い方をするのが前提ということになりますね。では、この50万ももうすでに、お金としては貯まっている状態なので、今先端を開いた足利家に対して信長の本体も送っていきましょう。で、信長の本体の方もですね、信長、これが鉄砲隊で、光秀も鉄砲隊、一益も鉄砲隊、松永久秀も鉄砲隊ということで、鉄砲隊が4体入っている軍勢になります。で、その他でいうと荒木村重がね、帰参しているという状況になりますね。で、並行して信雄の軍勢、
ここはですね、信雄、あとは蒲生氏郷が鉄砲隊になっています。でこの軍勢も筒井城に送っていきましょう。筒井城から逆に兵が出てるな、まあ、どっちが先に落ちるかっていう問題だけど、清水山にはと慶順の軍勢が入ってるな。これ足利家の本体ですね。では義明軍と開戦していきましょう。忍者屋敷がないので鉄砲隊の配置にちょっと困るんですが、まあ鉄砲隊は中央を中心に展開させておけばいいでしょう。で敵のね突撃隊が来た時にはやっぱり足軽で防ぐしかないので、足軽で防ぎながら鉄砲隊の斜線上に敵をおびき寄せるっていう形ですかね。そうすると天海が鉄砲隊だな。他鉄砲隊は入ってはいないですね。で敵側、まあこちらからすると右翼に敵の騎馬隊が入っているので、この騎馬隊の対応として足軽隊を動かしましょう。で味方の方はね、さっき見てもらった通り鉄砲の火薬改良を入れているんですが、この鉄砲の火薬改良を入れていると何がいいことがあるかっていうと、一つはですね、射程が長くなります。鉄砲の射程、これ結構重要な要素かなと思ってるんですけど、鉄砲の射程がね長くなるので結果攻撃できるスピードが速くなります。では鉄砲を撃ち尽くしたところから三段撃ちを入れて、間髪入れず鉄砲を浴びせかけていきましょう。よし、そしたらここは敵の追撃に入りましょうか。まあ、ほぼほぼ今の戦いで足利将軍家の残された軍勢も壊滅したと思うんですが、義明、これは釈放した義を将軍ですからね。磯野はどうだ、これ軍事82は大きいな、登用しましょう。
まあ、他はね、基本的にはもう残首残首で、高山右近はそうか、江戸の初期の段階でマニラに追放されたのか。いや、マニラか、フィリピン行きたいな。やっぱりね、東南アジアの可愛い女の子とウキウキワキワクしたいんですけど、というのもあって高山右近からマニラのことを聞きたいので問いをしましょう。他は残首でいいかな。赤尾も残首。義輝はね、三好三人衆に暗殺されてますからね。あとは京極高次、天海はどうですか。これ見ると政治83は欲しいよな。そうすると、うーん、天海は動揺しましょう。おっと、こちらにはなびかない。であればもう一度チャンスをあげましょう。京極高吉も斬首します。宮城宮地どっちでしょう。豊森政治64、うーん、まあ汎用的かな。これでね、なんか鉄砲が銃とか適性があるとね、雇おうかなって気もするんですけど。さあ、大友家からはお金1万が献上されてますね。あとはね、信長の方に味方してくれる援軍がどんくらい出てくるかっていうのもちょっと見極めていきましょう。さあ、浦上家の天神山城へ兵を出してくれという話か。これそうすると毛利と開戦することになるので、ここはね、長宗我部の依頼ではありますけども拒否しましょう。今毛利を敵に回しても毛利の方面に兵を出す余裕がないので、さあ坂本城を落としましたね。坂本城のじゃあこの軍勢を持って清水山の救援に向かいましょう。で、清水山の救援ができましたね。慶順はどうでしょうね。これ見ると能力的には高いしね。そうなんですよね、中国地方方面で信長の帰化になって活躍した武将ですが、まあ、ここは斬首していきましょう。桑山も斬首。細川忠興か。ちょっと能力見ますか。細川忠興の能力はまあ普通だな。鉄砲が3、なんとも言えないけど、まあどうしても欲しい人材ではないので放置しましょうか一旦ね。では信忠の軍勢は続いて延暦寺に戦争を仕掛けていきます。まあ延暦寺の焼き討ちですね。で、鈴木この軍勢がどうやら高取城を守ってくれたんだな。ありがたいですね、これは。そしたら今日からは一旦信長の軍勢を引きましょう。いや待ってね、そうすると北畠が取っちゃうのか。じゃあこのまま攻め続けるしかないね。で、これで里見とか諸大名が敵視してきたわけだな。まあしょうがないね。
一気にケリをつけましょう。まずは京を落としましたね。義昭は釈放します。追放ですね。天海は登用。で続いて信長の軍勢はそのまま延暦寺へと向かいましょう。でさらに一度軍勢を引いた信雄の軍勢ですが、これを再び筒井城へと向けていきます。で政策が今ねちらっと出てきましたけど、街道整備が終わっているので、官兵衛はね実は政策要員にずっとここに投入させて政策をずっとやらせているんですけど、どうしようかな。刀狩り検知楽一楽さん、まあ、ここは刀剣強化を入れておきましょう。さらにこの後ね幕府を開いた後も戦争はまだまだ続きそうな予感もしますからね。一刻も早く延暦寺をまずは確保しましょう。で信忠の軍勢はそうするとこの後の動きを睨んで、鳥取城へと移動させちゃいます。比叡山を取りました。まあ延暦寺の僧兵たちは釈放しましょう。根絶やしにするわけにもいかないですからね。おお、三成が延暦寺にいたんだ。政治96はさすがですね。動揺しましょう。おっと、バカも休み休み申せという話。どっかでまた相まみえることもあるかな。釈放しましょうか。で石田正次は政治73はそれなりだな。ただ能力的には微妙なので斬首しちゃいましょう。そしたら安土へと一旦信長は帰らせましょう。で安土で幕府を開こう。いやここまで長かったですけど、本当にようやく全国制覇天下統一する道筋が見えてきましたね。そしたら早速ですね刀剣強化を中止させましょう。安土には鉄砲道場を入れて鉄砲の兵質が上がるというのをやっちゃいましょうね。これでちょっとお金が足りなくなったか。刀剣強化にどんくらいかかるかっていうと結構時間かかるんで、刀剣強化はやっぱり一旦中止しましょう。で延暦寺攻略して今筒井家の攻略中ですね、まあ、これも時間の問題かなとは思います。さあ筒井城取りました。順慶は斬首。左近か。左近は登用しましょう。軍事81、侍12は大きいですからね。さあそしたら信雄の軍勢に心強い助っ人として島左近が加わりましたけど、これをじゃあ東北地方の妖艶に配置していきます。飛騨松倉城へ戻しましょう。もう空いてるところにはね例によって
さらにお金をね、貪欲に稼ぎに行きましょうか。こんな感じでもひたすらね、建設で建設ラッシュをかけていったんですよ。それによってお金がみるみる増えていきましたね。今日には大仏を建てよう。これでちょっとお金がなくなりましたけど、もう今1月25日なので、1月30日過ぎて2月入ってくるとまたお金がね、ドーンと入ってくるんで、そのお金を持って信長が安土に幕府を開いていきます。そしたら今お話ししていた幕府を信長自らの手で開いていきましょう。でね、結構この幕府開幕っていうのがね、開封開幕結構時間がかかるんですよね。京都の防衛はしっかりやっておきたいなと思うので、ここには信繁の方で城の強化を入れましょう。で、こうしてる間にもね、結局のところ謙信や信玄が敵対してくる恐れもあるので、忘れないうちにしっかり上杉家に対して、あるいは武田家に対して親善を行っておきます。幕府を開くまでの間に敵国が増えても困りますからね。そうならないようにしっかりと内政しておきたいと思います。内政といってもね、もうここまで来ると外交が中心になってくるんですが、お金がないか。毛利と開戦するっていうのは最悪ありだとしても、まあ、武田上杉とは先端を開きたくないので、ということが高い状態をキープしましょう。そしたら、まあ、細川忠興雇いますか。お金に余裕ありますからね。で、また10万入ってきたので建設ラッシュ。もうね、これを裏でひたすらやってましたね。内政の重要性、もうちょっとね、早く気づくべきだったんですけど、まあちょっと浅はかだったかなというところですね。視聴者の方からね、もう内政やらないとダメですよと再三言われてたんですけども、ようやく思い腰を上げて取り組んだんですけど、これが思いのほか楽しい。
ぱりそのお金がどんどん溜まっていくっていうのはね、ゲームの中でも楽しいですよね。日常生活の中ではもうタイに遊びに行っては散財してる身としては、ゲームの中だけでもお金を貯めたい。さあ、細川忠興を雇い入れました。父親の藤鷹はどこにいるんだっけ。藤鷹は北陸対上杉ゾナエとして今松倉に入っているのかな。そうですね、ここにいましたね。まあ、バリバリ内政を勤しんでますけど、でね、商業投資に関してはもう完全に委任しちゃってます。こんな感じで商業投資は委任なので、まあ委任している城武将が何人かいるので、それらの武将がね、まあ勝手にというか普通にというか、商業の投資はやっていってくれてるっていう状況になります。毛利と長宗我部が開戦したおかげで毛利がこちらに攻めてくるリスクはだいぶ減ったんじゃないかな。はい、では時間がねちょうどいい時間になってきましたので、一旦ここで終わりにさせていただいて、次回ですね、いよいよじゃあ、幕府を作ったあるいは作るというところをね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。というわけで今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。